日金曜日、Cステーションの時間です。さて今日のCステーションは各エリアからご覧のラインナップをお送りしていきます。今日は春日井市から水彩画作品展の話題、小牧市から小牧山滝技能の話題を、犬山市からは堀田神楽保存会が秋祭りに向けて練習している様子をお送りします。そして最後府総町からはフォト集団コスモの写真展の様子をご覧いただきます。滝技能は2時間以上にわたって上映され、訪れた人は情緒あふれる光景を。さて続いては犬山市の話題です。羽黒の堀田町内会で活動する堀田神楽保存会の皆さんが秋祭りに向けて祭り囃子の練習に励んでいます。この地区では100年以上前から秋祭りにお囃子や舞を奉納してきましたが、高度経済成長期に担い手である若者の減少が続き、縮小傾向が続いていました。そんな中、15年ほど前に神楽囃子の復活の機運が高まり、神楽保存会として練習会を始めました。そして多くの世代がこの練習会に参加するようになり、笛、太鼓の部分の伝承が行われています。この日も10人ほどの子どもが集まり練習に励んでいました。保存会のこの神楽を通じて地域の人たちがうまく交流してほしいと、おじいちゃんから孫たちに至るまで交流してほしい。もう一つはこの祭りの神楽とかお囃子というものを小さな子たちが体で覚えてほしい。小さい頃に耳にしたことは、必ず身についてるから。もうこれで復活してから25年くらいになりますが、まもなくお母さんになるんです。子供たちが覚えた、その子たちがお母さんになったとききっとまた思い出してきてくれるだろう。だから、地域の交流と子たちが覚えてほしい、伝えていきたい、もうそれが一番大きい願いですね。練習会では個人の稽古が行われた後、全体練習へと続きます。会長の竹内さんによると、初めはお囃子の練習を負担に感じていた子どももやっているうちに楽しいと感じてくれるようになったそうです。祭りへの意気込みを聞きました。速さを崩さないように頑張ります。大太鼓を頑張りたいです。子どもたちが帰ると大人の練習が始まります。昔からのお囃子を正確に伝承しようと皆さん真剣な表情で取り組んでいました。秋祭りは羽黒にある平賀神社で10月11日に行われます。子どもたち、昨日お送りしたトピックス小牧信長夢夜会と同日同じ場所で開催されたこの小牧山滝技能夢夜会の方は、食やライトアップなどがとても素敵でしたよね。こちらは伝統文化に親しめることができるイベントとなったのではないでしょうか。さて続いては犬山市の話題です。羽黒の堀田町内会で活動する堀田神楽保存会の皆さんが秋祭りに向けて祭り囃子の練習に励んでいます。この地区では100年以上前から
秋祭りにお囃子や舞を奉納してきましたが、高度経済成長期に担い手である若者の減少が続き、縮小傾向が続いていました。そんな中、15年ほど前に神楽林の復活の機運が高まり、神楽保存会として練習会を始めました。そして多くの世代がこの練習会に参加するようになり、笛、太鼓の部分の伝承が行われています。この日も10人ほどの子供が集まり練習に励んでいました。保存会のこの神楽を通じて地域の人たちがうまく交流してほしいと、おじいちゃんからもうママたちに至るまで交流してほしい。もう一つはこの祭りの神楽とかお囃子というものを小さな子たちが体で覚えてほしい。小さい頃に耳にしたことは、必ず身についてるから。もうこれで復活してから25年くらいになりますが、まもなくお母さんになるんです。子供たちが覚えた、その子たちがお母さんになったからきっとまた思い出してきてくれるだろうと。だから、地域の交流と子たちが覚えてほしい、伝えていきたい、もうそれが一番大きい願いですね。練習会では個人の稽古が行われた後、全体練習へと続きます。会長の竹内さんによると、初めはお囃子の練習を負担に感じていた子どももやっているうちに楽しいと感じてくれるようになったそうです。子どもたちに祭りへの意気込みを聞きました。速さを崩さないように頑張ります。大太鼓を頑張りたいです。子どもたちが帰ると大人の練習が始まります。昔からのお囃子を正確に伝承しようと皆さん真剣な表情で取り組んでいました。秋祭りは羽黒にある平賀神社で10月11日に行われます。子どもたち、そして大人の皆さんの練習の成果が出るといいですね。